強くなってきて、はい、今年の決勝はとにかく殴りましたね。そうですね、もう全試合ダウンシーンがありましたね、バッファーは、はい、そうです。決勝はアンディ・サワーから2ラウンド3回のダウンを全てパンチで取りました、はい、そして関根さん、はい、そのブアカオに挑むシュートボクシング宍戸なんですね。そうですね、シーザー魂をね、持ってどこまで戦えるかですよね。でも素晴らしい選手ですよ。さあ対戦だ、ゴングが鳴りました。有明コロシアムまず入っていったのはシスト。シスト選手はですね、はい、手数が止まりませんから、おーハイキック、無尽蔵な、おーっといきなり倒れた、宍戸選手でもこう勝ちました。ブアカオ、ゴングラモチ選手に勝者賞が贈られました。表現がいいんじゃないですか。ご覧いただきましょう、踏み込んできたこの宍戸に対していきなり引く手打ちですけどね、腰に入ってるわけじゃないですけどね、仁王立ちですね。その左引くです。ブアカオ、さすがに世界最強。ほとんど汗をかかずに終わったブアカオ、そしてこの笑顔です。やはり現在世界の頂点に立ったこのブアカオ時代、これが果たしていつまで続くのか。小比類巻選手。